はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。現在朝の4時半ですね。いやー、おはようございます。めちゃめちゃ朝早いんですけど、今日はね、セイキンのとある一日に密着したいと思います。あんまり普段こういう動画僕やんないんでね、たまにはいいかなと思います。っていうのも普段はこんな早く起きないんですけど、今日明日と、お仕事で北海道に行くんですよ、ヒカキンとね。なのでその裏側をちょっと撮影してみようかなと思います。よし、行こう。行ってきます。よし、 OK。 ちょっと荷物が多いけど頑張るかね。はい、空港に到着しました。あー、なんか怪しいやついるね。不審者がいましたよ。おはようございます。おはようございます。今朝の6時ぐらいですね。そうだな、うん、はい、今日は北海道に行くお仕事があるので、うん、はい、行きます。行きます。一睡もできなかった。あ、そう。きついね。飛行機で1時間半しか寝てないんで。まあでも爆睡していこう。爆睡。飛行機だね。そろそろ飛び立つね。飛び立つね。いや、北海道到着しました。到着です。これからお仕事動画撮ります。そうですね、頑張りましょう。頑張ります。はい、ということでね、今昼食に来ております。お昼でございます。お昼、めっちゃいい店。天ぷら荒木。めっちゃいい店。天ぷら荒木さん、うん、ミシュランの星を取ってるお店。我々兄弟ミシュランデビューしました。ミシュランデビュー、はい、この天ぷら。最初塩でということで、小柄なエビですね。今私はミシュランを知る。うまい。うん、うわうまい。プリプリしてるね、本当に。そっち甘い。よし、ご飯も食べたし、午後の部開始ですね。うるせえわ。汚ねえな。午後の撮影頑張りましょう。はい、ということでね、今の時間は午後8時です。皆さんこっちは。ちょっとね、頑張ったね。でもね、頑張りましたね、うん、ベストを尽くしました。はい、本日の撮影終了です。ね、結構朝から夜まで。そうだね、毎日撮影でしたね。うん、おはようございます。おはようございます。今日はね、イベント本番ですよ。これからね、リハなんですけど。人がやばい、人がやばい。まあ、張り切っていきましょう。頑張っていきます。はい、っす。いいよ、あげてください。頑張って。おはようございます。おはようございます。おはようございます。新興舞台監督の榎本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本番は実際は裏の動線を使って一旦控えに直前入っていただいて、下手から上がっていただくと。わかりました。はい。じゃあ曲出しちゃって大丈夫でしょうか。はい、はい、そうですね。じゃあ一応ワンコラスぐらいで。ワンコラスぐらい。はい。はい、じゃあ指示いただければその辺で。はい、頑張ります。YouTube、YouTube、Broadcast yourself, yeah. YouTube, YouTube, 主役は君なのさ。今日は日曜日、空は雨降りだ。はい、ということで本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リハが終わりまして、ちょっと時間が空いたので大倉山ジャンプ競技場に来ました。風の方向は追い風だね。追い風か。今日は風が悪いね。あんま風ないかな。風ないね、うん、いや10年ぶりに来ましたね、僕多分。あ、そうか。10年ぶりぐらい、うん、飛んでましたからね、これね。そうですよ。今日ちょうど選手がいてね、練習してますね。くるっとくるっとこうして、ほら。いや、懐かしいね。うん、ね、特別に選手しか来れないとこに来させていただきました。120m 級のね、ジャンプ台ですから、日本最大級のジャンプ台です。よく飛べたなっていう、ね、ああ、ここ飛んでたからね。ね、うん、ほら、もうね、手にカメムシもついてくるんですからね。すいません、
フェスト超スペシャルゲスト、ヒカキンさんとセアキンさんです。YouTube 主役は君なのさ。なるほど。こっちの皆さん、こんにちは。こんにちは。パキアンドケイキンです。諦めるな。Let's try again. Hey! YouTube YouTube Broadcast yourself, yeah. YouTube YouTube 主役は君なのさ。夢をつかめ。スキー界のレジェンド葛西選手です。どうぞ。どり焼き葛西。いやなんか、葛西選手です。僕見えるんですけど、はい、オーラが、オーラがやばいね。金色のオーラはなって光ってる。この年までずっと現役を続けるこの秘訣みたいのをちょっと伺いたくて。気持ちじゃないですかね。気持ち、もう諦めない、はい、もう努力、はい、頑張る、はい、あ気持ちだけ、ね、はい、気持ちということで、はい、ハードル対決。いやいや、あれ、ちょっと待って、相手する相手がおかしい、おかしい、おかしい。これはい、瞬発系のトレーニングで、はい、ジャンプ力をつけるためのトレーニングですね、はいはい、これ大丈夫勝ちですよ。ちょっと止めなさそうだね。あー、そうです、指導が入ったんですよ。いい決断、いい決断、いい決断、いきます。はい、はい、おー、70cm、 70cm です。結構いい感じじゃないですか。アップし始めた。 70cm、 よーし、おー、意外といけますね。いけるかもしれない。いけるか、いけるかもしれない。ちょっと上げましょうか、じゃあ。あー、次 80cm だよね。あー、行きましょうか。いや、健さんの方も、はい、いや、もう全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。 80cm ですよ。何度倒れようと